あ、熱くて。お、また求愛コードしてる。じゃあ、熱くて。おい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 。上脱ぐ上。おいおいおい。うぜえ。お願い上脱いで。うぜ、上脱いだら。上脱いでってなんで上脱いだら上乱になるだけ。早く。早く脱いで。いやだ。だってタンクトップって言われるし。だ、言わない。いや言うやん。だってこの間一緒にご飯食べ行ってさ、なんかなインナーがさ、そのなんか袖がなかった時にさ、まあ、タンクトップで来てたとか言うなんか寝がきゃ。おもろ。言わない。もう言うネガキャンじゃ事実をただ伝えただけです。いや、トラルさん違いますよ。それは違いますよ。事実を言うことが正義じゃない時代になってるんです今も。あ、そうなんですか。そういうことっす。タンクトップで着てるっていうのはもうネガキャンなんだ。ネガキャンですね。それはもうちょっとダメですね。あ、それはもう。でもそれタンクトップで着てる方が悪いのでは。マフどう思うこれ。トラルさん、なんか面倒だなと思ったら返事しなくて大丈夫だよ。面倒だなと思ったら返事しないのがソラルさんに対する一番適切な対処法だと。いつもそうやってんだ。いつもそうやってんのかい。面倒だなと思ったら返事をしない。なるほどね。やっぱ相方に思うことはいろいろあるんだな。やっぱりある坂田もいろいろ。いやもう逆に思われてることいっぱいあると思うよ。死ぬほどあると思う。俺死ぬほどソラルさんね、浦さんの多分ね尻尾踏んでる。いやいやいや、しま、うん、浦さんの尻尾多分踏みまくっている。うん、だからすぐ吠えるからな。浦さんそう、吠えずにちょっとプンとしてる時あるから、あ、なんか踏んだかもって毎回思ってる。あ、でも我慢してくれてんだ。そうそうそう、偉いよね。